格英格英は元松から民発の軍人、豪州の人、主元章に仕えて名建国の更進となった。兄の格教も主元章に仕えて名建国の更進となった。妹は格安志妃。孫娘は格騎妃。ひ孫娘は格愛。1353年18歳の時、主元章と行動を共にする。 主元現象の宿営を守備し、信頼厚く、各英を各四と呼ぶほどであった。同年、天安攻略に参加した二十四将の一人。州、和州、西関、太平攻略に参加した。1363年、陽子の戦いに参加し、功績を上げる。1364年、武将攻略に参加した。陳治む軍の陳道戦が、長江の矛で突入してきた。 主元将は、各英を呼び、討ち取るよう命じた。各英は、人道戦を討ち取り、主元将から先鋒を賜った。武州を攻め、援軍を破った。露州、上陽を攻略した。功績により、行基へ遺線となった。ワイアン、豪州、アンユタカを攻略し、四季戦時に進んだ。1368年、ジョトールに従い、北伐へ参加した。 上ルる春に従い、ココテムルを敗走させ、強襲、大道を攻略した。西安、宝将、片島さ、喜びびを攻略し、合奏鉄を乱山で破って、本守式福祉に進んだ。帝西に進み、ジャガンノールを攻略した。姉州を攻略し、二千の敵兵を斬首した。カナ南と式市に進んだ。赴任する際、妹の角谷寿司妃に、 白金二十、馬二十を選別として送った。民の流亡を抑え、法律を明らかにしたため、河南地域をよく治めた。1376年、北平に移った。1380年、召喚されて、全軍と特府戦時に進んだ。1381年、風友乗りに従って、雲南攻略に向かった。沈艦、湖海と共に、赤水河を進んだ。 雨が長く降り続け、川は氾濫した。各栄はイカダを作り、夜に進軍した。敵陣栄は驚き、回乱した。敵将のカラスさん、アヨーラを捕らえた。曲、ヤスシ、陸両、エッシュ、石作霊、一切を攻略した。大理を下し、金馬、高南にある山菜を攻略した。1383年、風友乗りに従って、儲か。 東側、金佐江、北勝る、霊子を攻略した。これらの攻略戦で、残首一万三千、捕虜二千、武具数万、船千余りという戦果を得た。1384年、雲南地方を平定した港により、竹貞港に封税られ、植録二千五百国を賜った。1385年、安氏海将軍となり、両島地方を守備した。 1387年、兵馬サに従い、金山で、甲出を下した。進む取り込み義副将軍に進んだ。アクアマリンに従い、ブイルコに至った。宝章を賜り、故郷へ戻った。1397年、生成副将軍として、公平軍と共に、先生を守備した。反抗した、高吉京を討伐した。魚師の敗将が、営は無断で、 過度150人を養い、男女5人を殺したとして弾劾した。魚師の長春らが、この問題を主元章に相乗し続けた。主元章は大臣らに命じて、この問題について議論させた。協議の結果、主元章はこの問題を許した。1399年、西南の変では、原文帝側として、公平文、利陰高と共に戦ったが、功を挙げることはなかった。 西南の変が終わると、免じられて屋敷へ戻った。1403年67歳で亡くなった。英国公を送られ、以上と送りなされた。ありがとうございます。